栃木 SC と藤枝マイ FC の一戦、初めての顔合わせとなります。試合は20分、藤枝三好からのパスに鮫島がシュート。これはキーパーの正面。栃木は23分、中央の本間から山形とつなぎ広瀬、キャプテン広瀬の右足がゴールネットを揺らし、今シーズンのチーム初得点。斉藤大輔の長女誕生を祝ってゆりかごダンス。さらに栃木は37分、大石がドリブルで切り込みます。そしてそのままシュート。しかし枠を捉えられず、1対0と栃木リードで試合は後半へ。1点ビハインドの藤枝ですが、50分、遠藤がこの試合2枚目のイエローカード、退場となり、藤枝は10人での戦いを余儀なくされます。数的優位な栃木は66分、ドリブルで上がった大石から広瀬、ここはポストを直撃。さらに81分には広瀬から途中出場杉本、再び広瀬に渡り、最後は大石のヘッド。大石の移籍後初ゴールは、栃木サポーターと育ててくれた古巣への挨拶代わりの一撃。栃木がリードを2点に広げます。2点を追う藤枝は87分、落ちのクロスに途中出場の脇、ここはディフェンスがクリア。ホームの栃木が2対0で今シーズン初勝利。サポーターと喜びを分かち合いました。